土亀虫科は亀虫目の昆虫の一群。普通のカメムシのように両肩が張った形でなく、全体に楕円形のずんぐりした形を持つ。ふわしも頑丈で土壌生活に適応した姿を持つ。おおむね楕円形の体型のカメムシである。一般的なカメムシでは、全胸性や全肢の前端部分が左右に張り出していたり、腹部の両端が広がっていたりするが、 本家のものでは、そのようなことがなく、また体表は滑らかで顕著な土質粒や棘なども持たない。体に厚みがあるものが多い。体色は茶色から黒の地味な色のものが多く、また光沢があり、その姿は甲虫のようにも見える。ただし色に関しては、ベニツカメムシ赤のものでは、鮮やかな赤になるものを含む。それ以外の群でも、 白や黄色の半紋を持つものや金属光沢を持つ例もある。体表は滑らかではあるが長い毛を備えることが多い。体長は2ミリメートルほどの微小な種から20ミリメートルを超える大型の種まである。頭部は前方が横に広がって平たくなっていることが多い。触覚は普通五節ある。それぞれの不足の元節は先端の円に沿ってやや太いトゲ状毛が、 薬状に並んでおり、これを元伏食シ,シコキシルコームという。また強伏には多くの棘が並んでいるのが普通である。その他に、前足の強伏の先端部分が多少とも平らになり、ヘラ状薬師状の形をとるものが多い。これらの特徴は土壌で生活するための適応と考えられる。一部で植物の上に生活するものが知られるが、多くは地表か土壌で生活している。 食食性であり、植物の根や果実、種子から吸収する。ただし詳しい部分は、不明な点が多い。保湿ツチカメムシアカやベニツチカメムシアカのものの中には、母親が卵や妖精を保護するアシャカイ性を示すものが、知られている。世界で、約100属、930種ほどが知られる。蜂アカにまとめる説が、伝統的だが、確定はしておらず、 例えば、ベニツチカメムシ赤を独立のトガとすべきとの説などがある。日本には16族23種が知られている。以下に代表的なものを示す。特に重要なものはない。以下、種として、石川ほか編、P445 安長ほか、P110 安長ほか、P110 以下、石川他編。ありがとうございます。